この音を聞けばセイロガン、そしてあの独特の匂いもセイロガン。これほど印象的に私たちに親しまれている医薬品はなかなかないのではないでしょうか。ラッパのマークでおなじみセイロガンは、大阪府吹田市にある大光薬品で製造販売しています。セイロガンはもともと日露戦争の軍事薬として使われた胃腸薬。大光薬品はその製造販売権を継承し、柴田音次郎によって設立されました。あのセイロガンの主成分は日本薬局法木クレオソートといいましてですね、森林からですねほんのわずか取れる非常に貴重な自然の恵みというふうに考えております。まあ、今まであのセイロガンはの主成分はですね殺菌作用で効いてるんじゃないかと思われてたんですが、分泌を抑制するという塩素イオンチャネルを閉じるという作用と、それから腸の運動をですね正常に戻す神経伝達物質のセロトニンのレセプターの拮抗作用と、この2つの作用が見つかってすごくいい薬だというのが分かってきました。おじいちゃんおばあちゃんの代の薬を、それが、本当によく効いててですね、あの一般用薬品として非常に適しているというふうなことが研究成果と分かってまいりましたので、人類の宝を守ってですねより多くの方に使っていただきたいなというふうに思っております。セイロガンは大光薬品の主力商品。セイロガンのほか、飲みやすいセイロガン糖衣 A やウイルス除去除菌製品として近年著しく成長を遂げ、ウェブ通販ランキングにおいても2009年度1位を獲得したクレベリンなどを製造販売しています。大光薬品は伝統に甘んじることなく、医薬品製造基準に基づいた安心安全な同じ品質の医薬品を作るとともに、クレベリンをはじめとした衛生管理製品にも力を入れています。創業65年の2010年に東証一部上場されました。どのような経営戦略がおありだったんでしょうか。私どもの会社は創業してセイロガン単品メーカーでずっと来てたんですけども、やはり本当セイロガンの研究をしてまいりますと本当にこうよく効きます。でなぜ効くかということを本当に分かったんですね。でその作用メカニズム、そして安全性有効性が本当に証明できました。これは一つにはやはり世界にお客様に全員に人類の宝として使用いただきたいという思いが一つあります。あともう一つは、私今医者をやりながら、感染管理の事業の研究も携わって、本当に二酸化塩素という商材が人類の脅威となる、ウイルス感染症であったり院内感染症、それから抗生物質に効かないいろんな感染症に対して本当に有用であるということが科学的に証明できました。でやはりそれも世界にはない技術なので、それを世界の人類に貢献できる、ためにも上場して、やはり東証一部でグローバル展開する、その思いと期待というのは特に強いのではないですか。なかなか今の現状では医療従事者を守ることができないというのも痛感しております。公衆衛生上の必須アイテムとしてやはり、日本をはじめ世界中にご説明してご使用いただけるという形にしたいと思っています。今回私どもの全く新しい提案としては、本当に空気の安全、空間の安全というのを新しいその手法で提案できるものだと考えています。私ども本当に小さな弱小メーカーではあるんですけれども、本当にコアエッセンスを持っています。そのコアエッセンスをいかにこういろんな会社様と、アライアンスというか事業提携させていただいて、やはり日本が持ついろんなこうオリジナリティの産業の一つとして展開できるかというふうに考えています。大光薬品は自立・共生・創造を基本理念とし、健康という大きな幸せを提供しますという企業理念のもとに、ますますの躍進を続けていきます。